はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのフランケンガチャですね、引いていきたいと思います。まあフランケンのね、大田くんが出ていて、で金徳が変わってますね。アーティストと、あと威圧感、これうまくいけば両方取れるらしいです。でまあアーティスト取れるってことは、今ね、あの二次徳の新アーティストが取れるので、まあ、威圧感キャラ、まあ、4番打者とかでね、威圧感キャラを作るというところで出番はあるのかなと思います。で、ただ、俺の中では最大の目的は、野球マン5号のね、PSR が欲しいっていうところですね。野球マン5号 PSR 持ってないんで、一応ここ60連目のところで、バナー PSR が出てくるので、まあ、そこにかけるか、まあ、40連目の、まあ、単なる PSR の、ところで出てきてくれれば、まあ、いいんですけれども、ちょっと、最大の目的は野球マン5号の PSR になります。まあ、この3キャラはね、とりあえず PSR どれが出てもまあいいっちゃいいんで、60連の方まで引いていきたいと思います。まあ、そんなわけで、10連目からいきましょう。ここはフランケンが1枚出ます。 PR 以上。最近通常枠のあれに恵まれてないからな、全く出てこないっていう。でフランケン、これ何持ってんの。あの脳みそ、あれじゃん、脳みそじゃん。てかダンジョン高校とかね、もうなんかやってくんないとちょっとやる機会がないからな。であと多分サクスってか、フランケンめっちゃ出てんな。サクスペにはもう出てこない可能性がかなり高いんだけど、 SG 高校の強化だよね。あれにゃんこ大作戦とコラボした時に強化されたんですけど、サクスペで来るかって言われたらちょっと分かんないよね、多分来ないんじゃないかって思うので、 SG 高校に関してはちょっと話が全然ずれてるけど、あの全然点数チャレンジをやってない、9000点チャレンジすらやってないから。あれここなんだっけ、ところで単なる SR が1枚出てくるんだっけ。1枚、鏡か。鏡、一応 PSR があって、てか、野球マン。結構バナーの確率高い。野球マンはね、機関戦 PSR が出てくれないと困る。で、30連目。ここはバナーの SR。だ反転すれば、フランケン。大きいのとか。SR 持ってたっけ、なんか分かんねえや。一応持ってるわ、出た。まあ、大きいのも PSR は持ってるんで、出てくれればレベル上げるっていう感じ。また鏡か。では40連目、ここは PSR なんで、まあ、ちょっと誰が出るかですね。あと厳選30キャラになってるんで、一応ちょっとだけ見てみますか。まあ、ピックアップキャラはフランケン、大田くん、野球マン5号と大きいので、ピックアップ以外がセーラーの心ちゃんと、あと1号、2号、3号。で、あとは通常枠から、まあ、それなりのキャラが出てくるのかな。大田くん普通にいるし。まあ、同盟とかね、欲しいよね。っていう感じです。じゃあ40連目いきましょう。この演出は、確定なんで、そんなに盛り上がらず。あとは中身の話。1枚。必要、量より必要。フランケン、まあいいや。てかフランケンってどういうテーブルになってるの。まあ、一応ね、通常枠でバナーキャラが出てきてくれたんで、まあ、それはそれでよしとしましょう。でちょっとフランケン見ますか。で得意練習は筋力と球速、これは変わらずですね。まあ、どっちでも使いますと、筋力ボーナスがついて、タッグは高めで、精神ボーナスと練習効果アップで、得意練習は20、試合経験値が45で、タッグが120になるのか。90から一気に120まで上がるね、50になると。それはでかい。で精神ボーナスと筋力があるんで、まあ練習効果もあるし、で試合経験点もあるし、まあまあまあ悪くはないと思います。でコツもね、変わってるんですよ。なんだっけ、ハイボールヒッターだかなんだか持ってた気がするんだけど、アーチストと広角打法になって、まあ、より取りやすいという感じですね、野手に関しては。
で投手はちょっとどういうコツだったか覚えてないんだけど、それなりに数はある。伸び持ってんのがいいよね。やっぱり深海道とか取ろうとすると、あの伸びコツないとほんときついからね。で野球班は出なかったんで、60連までいきます。このまま、はい。でここはなんだっけ、バナー SR。 まあバナーキャラは正直沖野、よし、沖野も1レベルくらい上げられるかな、今回の2枚で。ちょっと分かんない、他の PR 具合がよく分かんないから。そんなに育ってなかった気がする。そもそも解放されてなかったんじゃないかっていう疑いすらある。いわゆるプラゼロで、最後のバナー PSR1 枚。いや、質よ質。フランケン、まあしょうがない。いやー、野球マン5号来ないな。ちょっと通常の太田くんは突っ込んじゃっていいよね。使い分けっていう感じでもなさそうだしな。佐伯さんみたいにね、あの元から強い人だとこう金徳とか上限アップとかで使い分けなんで、まあ、どっちかに突っ込んじゃうっていうのはなかなかもったいないかもしれないんですけど、完全上位互換だとね、通常バージョンを突っ込んじゃっていいと思うんだけど、ちょっとフランケンはどうだろう。少し太田くんを確認してから解放していきたいと思います。であと今来てるのがガールズセレクションで、ここもそうカレンちゃんがねいるんだけど、ちょっとねメンツ的に危険度が高いんですよね。今の手持ちからするとときめきみおちゃんとか、あのもう PSR プラゴだし、出現割合を見てみると女の子のみってなってるんですけれども、ニトルナもプラゴなんで、あとあすみちゃんもプラゴなんですよ。でなごみちゃんとかもプラゴなんで、結構ねこう PSR のところで悲しい思いをする可能性が高いと。カレンちゃんはマジで魅力、マジで魅力なんだけど、そのためだけに引こうとするとちょっと危険かなというところがあります。みなとちゃんはそもそもね SR すら持ってないんで、まあ、欲しいは欲しい、欲しいキャラはいるんだけど危険度が高いんで、自分はちょっとこれはスルーするかなと言ったところです。というわけで、まあ相変わらず野球マン5号は手に入らなかったですけれども、とりあえず、まあ、バンプでもう一回太田くんを入れて、やってみたいと思います。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。